ここ無理。今までの100コイン分の認識してるよね。この人すごい貢いでくれたんだから恩返してお願いします。うわっやばい、やったいや、でもちょっと複雑。チョブラマタケシの NBA TV。 はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョブラマタケシです。今日も元気にヘルベツギマーボーやっていきたいと思います。ということで今日なんですけれども、ちょっと視聴者のある方からちょっとこんな DM をいただきまして、こちらババンと、はい、こちら、Twitter でやり取りした X でやり取りした画面なんですけれども、はい、これですね、プライムでガチャでブギぶち当てだって言ってね、これ要はこのガチャですよ。これ3連引いたら、いや2連引いたら1回ただなるやつ、これでねぶち当てたわけですよ。やばくないですか。多分 1% 以下とかで、でこれめっちゃお得なんでね。で俺これ引いてなかったんで、ブギ当たるのやばいと思って、ちょっとねこれを引いていこうと急遽思いまして、はい、引いていこうと思います。そしてブギぶち当てる、でブギぶっちゃけ欲しいです。ブギぶっちゃけで作れるんだけど今回ブギね、俺ね、あと1枚で作れる。あと1枚作れんだけど、ちょっと IT も作りたいんですよ、今回。で、ブギー多分ギリだから、ギリっていうかね、作っちゃうと多分 IT 厳しいんじゃないかなと思って、で、ぶっちゃけブギーじゃねえや。ブギー当てると、結構ね、KD2 枚目に近づくと思うんで、てか下手したら KD3 枚目これ狙えると思うんで、ちょっとブギー当てたい、ブギー当てたい、ちょっと狙っていきましょう、これ。はい、じゃあもう行きましょう。はい、2連やったらただないってね。これ視聴者当たったから、だってムカつくじゃん、視聴者当ててんのに俺当たんないの。はい、もうブーパーします。これ行きましょう。はい、さあこれはまあここは入ってません、ブギーは。じゃあ行きます、トーン。さあ行きますよ。さあまず950コインで、はい、コミュニティアシストプライム、さあ行きたいと思います。さあ何が来るでしょうか。さあ男のチョン、さあお願いします。さあ何が来る。さあ選手カードはもちろん確定でございますよ。さあ行きますよ、トン。あーブーザーっすね。しかもこれ作れるやつじゃなかったっけ。あ、作れるやつだよ、おい。しかも1個で作れるし、はい、あそこで紙ったらとんでもないことになっちゃうんで、はい、ここから、はい、ブギーチャンス。さあ行きましょう、これ狙いましょう。さあここマジでブギーいってんね。もうそれ以上興味ないから、ぶっちゃけだってもうガチパは、もうガチパ決まってる。はい、これガチパなんですけど、これスターボーパーね、スターボーパーで、今回のイベントでね、センターはまだ持ってないんで、で SF はおそらく KD になると思うんで、だからブギー当てればね、かなりやばいコミュニティアシストパーが完成するんで、なおさらブギー当てたい。さあ行きましょう、マジ行くよ。さあ1750コインだけど、はい行きます、これ無料だから行きます、来いお願いします、マジでさあ行きます。さあコミュニティアシストプライム、さあ行きましょう、お願いします、マジで来い。ブワーッ！これどういうことですか？これどういうことですか？嫌がらせですか？俺への、なんで俺にこんな仕打ちをするわけ。でもいいんです、最後に終わり良ければ全て良しって言葉あるよね。うん、俺はそれを信じてる。さあコミュニティスト、これちょ何パーかもう分かんないけど、でもレイアレン、もうワンチャンレイアレンでもいい、レイアレンでもいいっていうか、レイアレン来たらやばいんだけど。さあ行きます、最後ここで神引き。さあコミュニティストプライム、最後無料のやつ、さあ行きます、このパックで本当にお願いします、ここに全てかけます、トン。ふざけんなー！ふざけんねん、マジで、おい。運営、俺は NBA2K のお笑い担当じゃねえんだよ。神引きしてこそなんだよ。マジでふざけんなよ、マジで。マジで、こんなん望んでねえから。マジで、ムカついたんだけども、ちょっと待って、速攻来てるから、ちょっと速攻部ぶっぱしていい？じゃあ、もうぶち当てるぞ。もうお金あるから、ちょっとブギー今回ちょっと欲しいんで、もう T-MAC 並みに欲しいんで、ちょっともう速攻ちょっとね、ブッパーします。さあ行きましょう、もうここちょっとね確率やばいんだけど、でもそうなんですよ、結局だって普通のテーマの、だってさこれさ絶対引いた方がいいよ、ブギーの。だってさこれさ普通のさこっちのガチャでも 1% 以下じゃん、ブギー
こっちの普通に2200コイン、まあ2500コインか通常、あ2750コインか通常だとするやつでもブギー 1% なんですよ。で 1% 以下なんですよ。でもこっちも 1% 以下ってことは、こっちでも何十連もしてブギー狙いだったらさ、やっちゃった方がいいじゃん。もうブギー狙いいきます。ブギー狙いで、マジ怒涛のちょっと20連ぐらいしていく。さあ行きましょう。さあまず1連目、まあここでね、これ選手カードの確定室があるんですけど、あ、選手カード裏表紙でわかるんですけど、外れてますね。まあいいです。さあ行きましょう。これじゃんじゃん引いていこう。はい、これじゃんじゃん引いていく。もう、ちなみに確率的には、45% が、ほぼエネルギーチャージですね。まあいいです。まあいいよ。はい。はい、2連目。で、選手カード裏表紙でわかるからね。まあいいでしょう。はい、やばい、じゃんじゃん。もうじゃんじゃん巡っていく。ここブギー狙いで。で、裏選手カード来たらやばい。激アツ。リング。はい、全然いい。さあ、もう全然いいよ。はい。お願いします、マジで。選手カード、くそ、来ないな。うわ、まあエネルギー消化。これ何連目ちょっと数えてねえけど。さあ、お願いします、マジで。選手カード来るまでもこれぶっぱしていくしかないんで。さあ、お願いします。本当にブギー来るまで。これマジで狙う。ブギー、くそ。ブギーマジで。違う、選手カード来て。選手カードの確率もいっぱい、1パー以下か。選手カードの確率も1パー以下なんで。さあ、これマジじゃんじゃん行くしかありません。もういいよ、ブギーぶっぱで。もうブギーブで。だってさ、ブギー昔やばかったよ。ブギーぶっちゃけやばかった。だってパラメータこれやばい。これ全盛期で来てるから、今でこそもう、商品価値として、選手の価値として下がっちゃったけど、いや、当時はね、ペリカンズまでは、もう価値としてはすごい選手だったんだよ。だってさ、マユユとペリカンズでさ、コンビ、ブギーが組むってツインタワーもう最強だろと思いましたもん。やばいです。本当に。はい。これ本当にやばいんで、ブギー当てたい。しかもブギーなかなか実装されないんでね。ちょっと今何連かもうわかんないけど、とりあえず20連ぐらいはし、とりあえず選手カード1枚来るまでは。選手カード1枚来るまではマジそこまで終われません。選手カード絶対確定で、1% 以下なんでもう、どれでももうやばいと思う。本当にお願いします。ブギーもう無理やりぶち当てる。ちょっと待って、マジでこれ本当にもう何連か分かりませんけど、もう本当に、待って、エネルギーしか当たらんのだが、ちょっと待って、選手カード本当に出んのかこれ。選手カード出んのか。お願いします、マジで、本当にブギー。ブギーしかいらん。ブギーしか勝たん。マジで。うわ、マジでゴミカード、これ。まさにゴミカード。待って、ここでもマジで、選手カード来ないと痛いぞ、まあ、さすがに選手カード、パールとエネルギーの嵐、パール何パー?パール25%。これ、えぐいな、1% 以下だぞ、結局。1% 以下だぞ、選手。これさ、選手カードの表、背拍子が来ただけでもう、脇汗ドクドクバグバグだよね。激アツだよね。さあ、お願いします、本当に。やべえ、マジで来ない。ドブに捨てまくってる。マジでやばい。ちょっと待って。何連だよ、これ。今何連してんだよ。20連超えたんじゃねえか。ちょっと待って、もうゴミのように僕のコインが減っていきます。マジで。お金を無駄にしてるような感覚ですけど、もうぶっ壊れてます。もうリミッター外れちゃってます。誰か、ちょもたけ止めてください。やばいです。選手カード出るまでマジ終われません、これ。マジで、本当に選手カードを出るまではここまで止まらないんで、本当にお願いします。これ100連しないとダメ。100連しないとダメですか。お願いします、運営さん。お願いします、僕、運営さん。マジで、ちょっと待って。うわ、やばい。ちょっと待って。お願いします。ちょっと待って、これマジで。ちょっと待って。お願いします、マジで。選手カード来るまでマジ終われないって。選手カード、マジで怖い。もう 1% 以下だから、選手カード来たらそっからはもう全部同じ、対等の確率だと思うんですよ。はい。ジルコンとか、全部入ってるけど、ちょっと待って、これ選手カード出んのか。ちょっと待って、まず PQ とかも入ってるけど、でも 1% 以下で全部もう横並びなんで、これ多分選手カード来たらマジ激アツだと思う。選手カード来たらもうそれはブギーだと思う。お願いします、マジで。クソ、マジで出ねえ。待って、何連してんの。マジでお金がなくなっていく。マジでやばい。うわ、マジでやばい。ちょっと待って、もう、でも戻れねえ。選手カード引くまではマジ戻れねえ。マジでお願いします、本当にお願いします、来い。待って、選手か。やばい。お金がもう、あ、ついに10万切ってしまった。あ、やばい。もう10万切ってしまった。やばい。マジで待って、こんなとこで。でも、ブギー欲しい。でもさ、ブギーもう俺、引き換えられるんだけど。っていうか、今思ったんだけど。ブギー引き換えられるんだけど。ちょっと待って、マジでやばい。もうやっちゃった。マジでやばい。すげえ後悔してます。すげえ後悔してる俺が。待って、これマジ選手カード出んの?もうここ意地だよ。選手カード出るまでもうずっと。
待って、選手カードの背表紙出るよねっていうかね。え、マジで出ないのこれ、1% 以下だけど。え、待って、やばいって。これ待って、やばいって、マジで、本当にお願いします、これ。いや、やば、ちょっと待って、マジで。これ流れでなんか選手カード来ても引きそうなんだけど、そのまま、さらっと。お願いします、お願いします。ちょっと待って、一応1回見てるよ。1回ちゃんと背表紙の時は1回止まる。背表紙来たらマジ止まる。マジでふざけんな。マジでお金が減っていくんだけど、マジでお願いします。待って。おい、俺は 2K のお笑い担当じゃねえんだ。神引きしてこそなんだよ。待って、これマジでやばい。マジでオープニング。みんなこれマジ速攻引かない方がいいよ。マジで速攻は。マジ止まんなくなっちゃうから、一回。選手カード出るまで、マジ止まんなくなるから、一回引いちゃったら、もうここまで来たら選手カード出るまで止まらん。やばい。待って、本当に。これ待って、やばいって。これ待って、やばいって、マジで、本当に助けて。待って、やばい。もういくらくぶっ込んでる。これ5000個ぐらい。待って、もう T マークやった方がいいんじゃないのか、これ。これ T マークやった方がいいんじゃないのか、これ。ちょっと待って、マジでやばいって、マジで。本当に、まあ 1% 以下だけど、1% 以下だけどさ、さすがにもう出ようよ。え、さすがに出ようよ、これ。本当に。マジでやばいって。え、マジでやばいって、これ。え、マジでやばいんだけど。マジぬ、え、過去最、逆に過去最大級の沼じゃない、これ。え、やばくないですか？え、やばくないですか？過去最大級の沼だよ、これ逆に。だってこんな100コインゴミをこんなに大量にゲットして、選手カード小ずじゃすでさえさ。だってさ、他のやつはさ、言う、なんだかんだって選手カードは絶対ゲットできるじゃん。絶対ゲットできるじゃん。でも、選手カードさえゲットできずに、こう5000コインぐらい。まあ、さっきの無料のプライムガチャも含めてだけど、ちょっと待って。これやばい。これ待って。まじ止めよ。マジで止めてくれ。ちょっと待って、これどうしよう、マジで。もう止まらんのだけど、もうカッパエビ船並みに止まんない。今日村正樹の NBA TV。 ちょっとさ、これさ、無理だわこれ。え、待って、でも選手カード行くまではちょっとやろう。選手カード行くまで待って、マジでやばい。待って、これ普通に1万コイン溶けるぞ、これ。1万コイン溶けるレベルだぞ、これ。え、待って。でも、ブギー1万コインの価値ある。ね、皆さん聞いて。ブギーって1万コインの価値ありますか？ 5000 コインだったら欲しいけど。ちょっと待って、これブギーやばい。ブギーって、ブギー作れるんですけど。大前提言っていい？ブギー作、ちょっと待って、この右手が止まらんのだけど。右手がさっきからもうポチポチ止まらんのだけど、マジでやばい。ちょっと待って、これどうしよう、ちょっと待って。出ないんだけど。え、マジで心折れるよ、いい加減。え、待って、だってさっき10万余裕であってさ、え、俺最初いくら持ってた。え、5000はこれでいったよね。あの、しかも無料分っていうか、あの、プライムガチャも入れても。え、しかもプライムガチャで俺、待って、もうやばいって、ちょっと待って。プライムガチャでさ、いらねえ、ブーザー3万カルロスブーザー、これ余裕で星5に後でするけど、ちょっと待って、これさ、え、これどうする、ちょっと待って、プライ、待って、無料、一回無料どうすか、無料パック一回拾うすか、もう一回無料パック拾うすか、ほら、待って、無料パックでもハンバー来てんだよ。無料パックで待って、ここで逆に選手カード出しちゃうとさ、確率下がるんじゃねえのか。ちょっと待って、やばいって、これマジでやばい。ちょっと待って、マジで。マジでやばい。ちょっと待って、どうするこれ。一回、もう、わかった。もうね、もう最後。でも選手カード出るまでちょっと最後、本当に。選手カード出るまで終われません。選手カード出るまで。これ選手カード出んの？マジでやばいんだけど。言うても100コインだから、じわじわダメージ食らってます。じわじわ、本当に、じわじわと、ハイエナがちょこちょこと迫り来るように、アリがちょこちょこと大量に群れで攻めてくるように、マジでダメージが蓄積して、マジで痛い。一発の痛みじゃなくて、チクチク溜まってきて、今、ものすごく痛いです、気づいたら。えぐら、ちょっと待って、これ待って、やばいって、マジで、出んの？本当に、助けて、ちょっと待って、やばいって、これ、本当にやばい。止まんないし、ちょっと待って、これやばくないですか？過去一、これいろんな意味で過去一やばいって、マジでみんなに、これ警告、速攻マジ引くな。速攻はマジ何も良くない。これだって最後引かないと報われないから、引かないと報われないんで、俺マジお願い、
これマジでちょっと待って、今いくら物販してんだよ。おい、マジで1万円は出ないってこと、何パーなんだよ、何パーか教えてくれ。ここまで引いたら何パーってもう出て、表示が何パーって表示が出て、何パーなの、1パーなの、分かった、 0.5% なのか 0.01 なのか 0.01 なのか、それでもう 0.01 だろこれ絶対 0.01 のガチャで、こんな一生出るわけねえじゃねえ、こんな沼中の沼っていうか、もう詐欺やんこれ、詐欺やんこれ、警告なんとか警商法詐欺やんこれ。ちょっと待って、これやばいって、呪われてる。これ待って、過去一呪われてる、この配信じゃない、もうこのガチャ動画呪わ、待って、マジで折れた心が。超ブラマたけしの NBA TV。パール何個ゲットしてんだよこれ。だったらもうバンクショットやった方がよかっただろう。え、なんなんすかこれマジで。どうしよう。待って、これ本当に出んの？ブギー一回画面出しといて、この画面、端末が覚えさせといて、覚えさせてからの、来い。はい、今、バグって。うわ、くそ。待って、エネルギーめっちゃ溜まる。これせめてさ、イベントエネルギーにしてほしい。せめてイベントエネルギーにしてほしかった。うわ、これ呪われてます。もうこれ無理。これ待って、やばいって本当に。これ待って、本当にやばいよ。もうここまで来たら絶対、選手カード意地でも、ちょっと待って、やばいって。これマジで50連してるよ、絶対。絶対50連してる。これ待って、選手カードさえ出んのだが、本当に。待って、呪われてます。これ過去一やばい。過去一クソ引き。待って、これマジ呪われてる。これやばいって、本当に。これ。どうする？みんなどうするこれ。終わらないんだけど。終われません、マジで。マジで怖くなってきた。これマジ永遠に出ないんじゃないこれ。呪われてるよね皆さん。これ呪われてるよ絶対ね。これ呪われてますよね、これ。やばいって本当に。マジでやばい。1万コイン普通に吹っ飛ぶんだけど。マジやばくね、俺終わってねっていうか、なんかもう金銭感覚バグっちゃって、もうやばいんだけど。もう右手が止まらん、マジカッパエビ戦状態、速攻はマジカッパエビ戦です、止まりません。ちょっと待って、マジでやばい。これマジでちょっと待って、スーパー、これ来た、確定演出。今めっちゃ押したけどな、来なかった。確定演出だろ、いきます。もう無理、はい、ということで、もうさすがに、ちょっとすいません、もうさすがにぶち切れた俺。もうね、じゃあもうこれで終わらせる。コミュニティアシスト、こちら、一連引いていきます。もうこれでいいじゃん、もうこれでブギア。でもこれ 1% なんだよな結局。でも選手カード確定で来るから、まあこれでもうブギーゲットするわ。ムカついた、もうこれでコレクションアイテムゲットして、もうムカついた。ブギーこれでゲットしてやるよ。さあ行くぞ、さあまず右から、はい、コミュニティアシスト、そしてはい、ここブギー来て、今までの100コイン分の認識してるよね。この人すごい貢いでくれただから、恩返してお願いします。うわあ、ジェリコやばい、やった、トーマス来た、きゃ。でもちょっと複雑。超ブラマたけしの NBA TV。ちょっと待って。これ、今何パーだった、ちなみに。ジルコ。ジルコ1パー以下やばい。ちょっと待って。ジルコ1パー以下やばいぞ。で、俺今コレクションゲットしたんで、はい、私もカタログから、はい、ブギー作れる。はい、じゃあブギーもう作ります。それで、もうブギー作って、ここをね、ここもう狙うよ、今回。今回 KG 狙うかんね、マジで。さあ行きましょう。ただちょっとキットがな、あるもんな。で、キットだから本当にやっぱ当てたいんだよな。やっぱブギー当てたいんだよな。ブギー当てて、で、だってブギー当てるイコール、もう一個 KD を、もう一個ゲットできるみたいなもんだから、これは、ちょっと待って、じゃあ9万コイン切るまで最後ぶっぱするわ。それで、出なかったらもうぶち切れ。
ブチ切れする。そこまでで選手カード来い、マジで。ブギ、ブギ一点縛り、ブギ一点縛り、マジで、本当に。マジで。選手カード出て、マジで。マジで選手カード出て、マジで、じゃないと終われない。この動画終われないって、選手カード出ないと。マジで、あ、今なんか確定室。マジでなんなん、これマジで呪われてる。これマジでやばい。これ待って、100連いくだろ、普通に。だって。これ100連レベルでしょ。だって、10万コインあったのが9万コイン溶けてんだから。これ、マジ100連。100連したけど出ないってことは呪われてるってこと。これ、この動画引っ提げても運営、訴えていいレベルでしょ、これ。みんなちょっと訴えよう、この動画。じゃ、この動画を元にして運営訴えよう。はい。皆さん、これ、運営訴え動画です。これ、完全に。もう完全に裁判で、この動画を元に、はい。はい、ガチャの設定いじってますよねっていう。だってさ、おかしいでしょ。100連して1回も選手カードの背拍子が出ないって、これ呪われてます。本当にやばい。本当にやばい。待って待って、マジでやばい。マジでやばい。ちょっと待って。本当に呪われてる。マジで呪われてる。マジで本当に。だってさ、アンバー入れても1パーかな。これ、選手カード全部で何パーなの？これ全部だってさ、計算しよう。待って。40、50、60、70。だから 97.5% の確率で、パールか、チャージ代か、チャージ障害。だから 97.5% 出るわけでしょ。ということは、2.5% の確率で、まあ、オブシディアンリングもあるけど、選手カードが出るわけじゃん。今までオブシディアンカード引いてないよね。だから、2.5% の確率で、選手カード、要は来る。2% ぐらいの確率で選手カード来るってことでしょ。いや、おかしいよ、そしたら。2% の確率で選手カードか。いや待って、マジで。じゃあ確率おかしいだろ。だって100連してんのに 2% ってことは2回は出ないとおかしいじゃん。これマジでおかしいって、これマジで。ちょっと待って、マジで呪われてます。これマジで呪われて、マジで震えてきた。マジで取り返しがつかないことやってしまいました。皆さんマジで気をつけてください。まあ出る人もいるかもしんないけど、これ無理だわ。これ待って、待って、マジで。もうやめる？やめるか。なんかもうテンション下がってきた。なんか逆に、なんかここまで来るともうなんか怒りを通り越して、なんかもうなんかムカついてきた。マジで出したいんだけど、選手カード。レブロン、レブロンいらねえっつうの。いらねえわけじゃないけど、ちょっとレブロン、オブシディアンもいらねえっつう。ちょっと待って、やばい。待って、これもう切るね。これ最後、じゃあ切る。これで9万切ります、最後。はい、これ。はい。はい、ということで、皆さん、マジ速攻ガチャは引かないようにしてください。呪われてます。Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.